ユニオン軍はアメリカ合衆国フロリダ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は15,535人であり、2000年の13,442人から15.6%増加した。軍庁所在地はレイクバトラー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ユニオン軍は1921年に ブラッドフォード軍から分離して設立された。軍名は統合という概念から取られた。軍内にはユニオン強制施設とレセプションメディカルセンターがある。ユニオン強制施設は銃警備刑務所であり、州内の死刑囚を収容している。処刑室は近くのフロリダ州立刑務所にある。フロリダ州立刑務所にも死刑囚が収容されている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は249.71平方マイルであり、このうち陸地240.29平方マイル、水域は9.42平方マイルで、水域率は3.77%である。面積で州内最小の軍である。サンタフェ川以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ユニオン共生施設フロリダ州共生省が、軍内の未編入領域にある、リー・ジョン2共生施設事務所を運営している。またやはり未編入領域にある、ユニオン共生施設も維持している。ユニオン共生施設は、州内に2カ所ある、男性死刑囚収容施設の一つである。フロリダ州少年司法省のユニオン少年住居、施設も、軍内の未編入領域にある。 ありがとうございます。